はい、どうも皆さんこんにちは。はい、こういった形で、ね、動画を上げるのもまた、久しぶりということですね。非常に張り切っておる私です。そして、いつもねこの底辺も底辺でもうどうしようもない YouTube を、いつも欠かさず、チェックしていただいている皆さんもありがとうございます。で、今日なんですけどですね、久しぶりにあのネタいきましょうか。みんな大好きのぼるビールですね。はい、まあ、何度かですねあの動画であげましたけれども、今日そののぼるビールに関してですねちょっとあげたいと思います。というのもですね、どっから話せばいいかな、というのもですね、去年2023年の、10月から、12月29日にかけて、なんとですねノブルブルーイングが、要するにこうビールを製造する工場を作るためのクラウドファンディングを行ってたんですね。工場を作るためのクラウドファンディングを行って、僕もその少しちょっと協力をしました。で、無事ねそのクラウドファンディングはね無事目標金額を大幅にこう上回って、達成したんですけれども、その中でねもうちょっといろいろ遡りながらなんでちょっといろいろ見ながらやろうと思うんですけど、今年の、1月かで、1月にその工場の完成お披露目会みたいなのがございまして、僕がクラウドファンディングしたそのリターンがそのお披露目会で、作りたてのビールをこう飲み放題っていう返礼品だったんですけど、ちょっとですねその時期にちょっといろいろありまして、諸事情によりそのお披露目パーティーをキャンセルをしたということがありました。で、ちょっとせっかくねこの支援をしてそのリターンもちょっと受け取れなかったというので、今回この工場でできたビールというのがですね、はい、我が家に送られてきましたね。はい、見てください、この「のぼる」ですね、「のぼる」と書かれた箱にビールが入っているようですので、早速、開けていきたいと思います。いやー、めちゃめちゃね楽しみですよ。なかなかね大変だったと思うんで、リターンをこう送るのに時間がかかってこう申し訳ございませんっていう感じでしたけどね、全然もう全然って感じですよ、こちらはね。もう、はい、それじゃあ、おお、それじゃあってね、もう当てるでもだな。うわー、すごいすごい、なんか今のぼるのステッカーとで、今回ねちゃんとこうクール瓶で送ってくれてるんですよ。だからねすぐ飲むこともねできるんですけど、好き好き、はいはいはい、これハゼール、うわー、やばいんだけど、美味しそう。ハゼル。はい。このハゼルっていうのがね、2本、まず。これ何？ちょっと調べながらがいいかな。クレマチスアルマンディ。これちょっと僕知らないですね。ごめんなさい。チスアルバムが2本で、これが多分ね一番最初に発売された、あ、何2個あるってこと、あ、こっちだけあれだね、パッケージというかラベルがちょっと違うね。これもどっちものぼるだね。はい、っていう感じで、しかもやっぱクールビデオ送ってくれてて、めちゃくちゃ今キンキンに冷えてる状態ですね。一応ね、ちょっとアルコール分がね、
違います。登るこれ 4.5% です。でこっちの、ハゼルこれね 5% だね。でこれがねクレマチスアルバンディ、これは 8% で結構アルコール強めのね、ちょっとストロング並みのアルコールですね。はい。でね、ま、あ、これ見えるかな、ちょっと。実はこの工場がですね、僕が働いてる職場のすごく近くで、よくね、こう仕事中とかに撮ると、ああ、工事してんなとか、あ、看板が立ったなとか思ってね、こうちょっとワクワクしてたんですけど、一応ね、ちょっと、最近あんまりちょっと連絡も取ってないんで、ちょっと詳しいことはね、わからないので、また概要欄にも貼ろうかなとは、思ってるんですけど、どうやらね、ちょっと待ってね、一応直売所がオープン、その工場がね、オープンするってことで、缶の一般販売がいよいよ開始になるのかなという感じですね。そうね。で、4月の20日、土曜日、4月の20日土曜日、うん、1週間ぐらいあるか、4月の20日土曜日の朝11時から14時でなんかオープニングイベントがあるみたいですね。ちょっとね、僕行けないなこの日多分。で一応駐車場がねあるんですけど、まあちょっと台数に限りがあるっていうので、まあ行ければ車じゃない方がいいですね。いや楽しみですね。で本当はねちょっと今ね、もう今すぐにでも飲みたいんですけど、まあちょっとお昼でまだ僕も運転しないといけないんで今はまだ飲めないんですけど、後からちょっと飲めるかな。でもねちょっともったいないからね、これ今こう飲み比べとかしたくないな、ね、もったいねえわ、ちょっと飲めんな、ちょっとこれ。いやー楽しみですね。まあでも何やともあれですね、無事にクラウドファンディングもね達成して、これ、ね、自社工場もね、まあなんとかこう立ち上げていろいろありましたけどね、はい、これからがこのノブルビールのね、第一歩ということでね、僕もこれからねまた応援しようと思いますし、これからのただ夏場になってくるとバーベキューとかもね始まると思うので、その時にね絶対このノブルビールバーベキューに合うんで、この青空の下でやっぱ飲んでほしいですよね。はい、てなわけで、またちょっとこれを実際飲む映像は別の方がいいかな。とりあえず一回閉めようか。はい。じゃあね、そんなところで、気になった方は、気になった方はぜひね、のぼるの、工場で直売所もありますので、そこにぜひ手に取って。とにかく一度飲んでいただきたいですね。本当に美味しいビールですので、はい。じゃあそのところでどうもありがとうございました。じゃあうまいビールにはね、やっぱりうまい飯を食べないといけないということで、ね、お肉を焼きましょうか今日は。お肉を食べながら、ノボルビールのね3種類の取っていきましょう。はい、じゃあね早速これをね1個ずつ飲んでみようかな。まずはいつものね、これいつもの登る、いつもの登る飲んじゃっていい。パパ目つぶってこうやって全部入れて、これはこうやってシャッフルして、いやいやそういうやつね今日でした。はい、じゃあ、はあ、嬉しい、登る、いただきます、いただきます。二十歳になったら登れ。うん、ごめん、めっちゃ美味しい。もうね、ここ
近づけた時にこれ、やっぱ香るんですよね、これ。美味しい。めちゃくちゃ美味しいわ。これ飲んだことない人かわいそうだね、ほんとね。うまい。これね、登る。これがね、アルコール 4.5%。 まあまあ、とにかくすごくね、ちょっとずつ飲んでみようよ。このハゼル、いや、ハゼル行こうか。じゃあこれ初めてかな。これはどれも飲んだことないけど、ちょっといい？ハゼルね、ハゼル。さっきよりスクールいるの。ちょっとあまりそういうスポケみたいな。なんでちょっとね、こっちも飲んでみます。うん、これやっぱ相変わらずこのなんだろう、このフルーティーな、ね、香りがね、やっぱするね。あ、うん、美味しいね。こっちの方がね、よりちょっとこのなんていうんだろうね、爽やか感が強い気がする。やっぱ爽やかってか、このなんだろうね、うん、飲んだ後のこの香りがすっごい残るね、こっちの方が美味しい、めちゃくちゃ美味しい。のね、クレマチス、クレマチスアルマンディ、クレマチスアルマンディかな。はい、これね、アルコール 8% なんでちょっと強いです。ちょっとずつ飲まないとね。なんかこれさっきより少ない気がする。いや、もうね、ちょっと色がやっぱ濃いね。あ、確かに、うん、色が濃い。だからやっぱね、ギュッと詰まってるんじゃないかな。パパ、あ、パパすごい。じゃあなんでこっちが、こっちの方がこっちよりか、それは分からんわ、俺。今度聞いてみるわ。美味しい。こっちの方が若干こう苦味っていうか、いつものビールに近いから。でもね、すごいパンチ効いてるね、やっぱり。うまい。これ酔っ払うわ、これ。うまい。俺ね、どれだろうね。全部美味しいな、でも。なんかやっぱこう酔っ払いたい時に飲みたいね。うまい、うん、めちゃくちゃうまい。しかもね、やっぱね、食事にこう合いそうなやっぱり味ですね。じゃあね、これからの、バーベキューシーズンなどにね合わせて登る、僕たちの思い出の横にはいつも登るがあるということで、この登る、ぜひね、皆さんも一度ね、とにかく手に取って飲んでみることを本当にお勧めします。めちゃくちゃ美味しいんで。それでは、ありがとうございました。